伊豆半島ジオパークが再び世界ジオパークに認定されることを目指し、日本委員会による現地調査が伊豆の国市などで始まりました。2012年以来、8年ぶりとなる日本委員会の現地調査は、再来年の世界ジオパーク再認定を前に、ユネスコに指摘された改善点への対応状況を確認するのが目的です。韮山反射炉は、耐火レンガに河津町産の粘土を使っているとされ、ジオパークと世界遺産との連携を求められたことを受け、今年6月に文化サイトに指定されました。現地を訪れた日本委員会の中田節也委員長たちに対し、伊豆の国市の職員が市の取り組みを報告しました。前回の世界認定、世界審査後に新しい動きが出ているところを見てもらおうと思っています。日本委員会のメンバーは21日まで4日間かけて伊豆半島のジオサイトなどを視察し、来年の世界審査に向けた改善点をまとめることにしています。